で、まあ、前回はサックスをね、まあ、買うということも言ってたんですけど、まあ、欲しいサックスはね、ずばり、まあ、ソプラノサックスなんですよ。これがまたね、初心者、まあ、向いてないって言われてる。初心者だったらもう普通にアルト、まあ、まあ吹奏楽部とかそういう中学生とかだったら別にテナーとかバリトンサックス回されたりするとか、まああると思うけど、普通はアルトですよ、初心者は。なのでね、ソプラノサックスが欲しくてね、まあ理由はね、いくつかあるんですけど、まああんまりごついのがね嫌なんですよ。まあごつい楽器が、まあ、当方はあの、まあね、虚弱体質でね、あんまでっかい楽器を持ち歩きたくないっていうのがあるんで、うん、まあ、サックス全般みんなでかいんですけどね、ケースとか。それだったらね、フルートとかね、の方がまあ小さいんですけど、でもまあフルートとかまあ難しすぎて無理なんで、多分。まあサックスはやっぱりあの音が出るでしょ、きっと。きっとっていうか、まあ出るんですよ。まあ、吹いたことはあるんで、あの、まあ数回、まあ、数回ですけどね。吹かしてもらったこととか、まあ音は出たんでね。フルートなんか出ないでしょ。さあ、あの、出ない。なん、まあ出たとしても本当に無理でしょ。フルートとかトランペットとかね、まあ、まともな音が出るまでに何ヶ月もかかってしまう楽器ですよ。腐ってね、それは使える音になるにはまあわかんないですけど、まあ音は、まあ出るでしょ。っていう、まあ、半分、まあちょっと舐め切ってますけどね。まあリコーダーの延長みたいなもんでしょ、みたいなね。指使いだってなんかリコーダーっぽいから、順番に指開けていけば、ドレミファソラシドが吹けそうだし。でね、まあそう、ソプラノサックスなんですよ。まあアルトが、まあ、まあ好きじゃないっていうのもあるんだけど、まあいろいろ理由はおいおい言いますけど、まあまあコンパクトだからっていうのが第一の理由ね。ソプラノがね、ただ初心者には向いてないでしょうね。まあ難しいって言われてますから。